マルケタ・ボンドロウソバはチェコソコロフ出身の女子プロテニス選手。2019年の全仏オープン女子シングルスの準優勝者である。これまでに WTA ツアーでシングルス一勝を挙げている。左利き、バックハンドストロークは両手打ち。自己最高ランキングはシングルス14位、ダブルス91位。聖はチェコ語での読みはボンドロウソバーが近い。 5歳からテニスを始める。2015年前後オープンと2015年全仏オープンジュニア女子ダブルスで優勝している。2017年4月のビール、ビエンヌ大会で予選から勝ち上がり、決勝に進出。決勝で、アネット・コンタベートを64、76で破り17歳で、WTA ツアー初優勝を果たした。アメリカとのフェドカップ準決勝に、 チェコ代表として出場した。第1試合で、ココバンダウェイに16、46で敗れたが、第4試合で、ローレン・デイビスに6、2、7、5で勝利した。チームは、通算成績2勝3敗で敗退した。四大大会では2017年全仏オープンで予選を勝ち上がり初出場。2017年ウィンブルドン選手権では、 キャサリン・ベリスと組んだ女子ダブルスでベスト8に進出した。2018年全米オープンでは3回戦で、第13シードのキキベルテンスを7から6、2から6、7から6で破り4回戦に進出したが、レシア・ツレンコに7から6、5から7、2から6で破れた。2019年全豪オープンでは、バルボラ・ストリコバと組んだダブルスでベスト4に進出。 3月の BNP パリバオープンでは4回戦で、シモナ・ハレプを62、36、62で破り、プレミアマンダトリーで初めてベスト8まで進出した。全仏オープンでは、ノーシードから快進撃を見せる。1回戦で、王忠しし2回戦で、アナスタシア・ポタッポは、3回戦で、カルラス・アレス・ナバロ。4回戦で、アナスタシア・セバストは、準々決勝で、 ペトラマルティッチ、準決勝で、ジョアンナ・コンタをすべてストレートで破り19歳で、決勝に進出した。決勝では、アシュリー・バーティに1から6、3から6で完敗した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退。 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。